片付けが終了しました。自分の妹のことを思い出してたの。ずいぶん昔に死んだんだけどね。あ、ごめんなさいね。朝から暗い話して。それじゃ。申し訳ございません。
登録されたマスター以外のご命令はお受けしかねます。それに該当するのは、私の行動に複数の選択肢が存在する場合か、あるいはマスターご自身が判断できかねる場合などに限られております。申し訳ございません。登録されたマスター以外のご命令はお受けしかねます。ユーザー登録された方をそうお呼びするようプログラムされているからです。これ以上の登録はできないようになっています。それはどういう意味でしょうか。からかう。皆様のご質問にはいくつかお答えさせていただきましたが、それだけと認識しております。ご主人様、そうですか。それではご主人様、お先に失礼いたします。あ、森崎さん、ちょっといいかしら。はい。帰るところ悪いんだけど、ちょっと花壇の種まきを手伝ってくれないかしら。わかりました。せっかくだから森崎くんにも手伝ってもらうかしら。いくらロボットだからって女の子一人に押し付けるのは良くないから。ここにお願いしたいの。はい。森崎くん、そんなだるそうな声をしない。3人で、はい、これパンジーの種よ。パンジーの花言葉は思慮深いなのよ。森崎さんにはそうなってほしいわね。それじゃあ始めましょうか。丁寧にお願いね。
おしまいっと。こちらも終わりました、ご主人様。ありがとう、二人とも助かったわ。そうだ、森崎さん、これからこの花壇の世話をしてくれない？空いた時間に水をあげたりするだけでいいから。メイドだったらお庭のお手入れもしなくちゃいけないでしょ。勉強になると思うんだけど。よろしいですか、ご主人様。わかりました。それではお受けいたします。ありがとう、森崎さん。それじゃあこれからよろしくね。気をつけて帰るのよ。はい。そうですか。では、私は戻って家事にかからせていただきます。失礼いたします。ご主人様、おはようございます。ピオニー、おはよう。ピオニー、今日は元気ないね。ううん、私もちょっと。お二人とも、いかがなさいましたか？体調が優れないようでしたら、お食事はお下げいたしましょうか。ごめんなさい、いいの。気分ですか？うん、いただきます。持った？行ってきます。行ってまいります。ようにそんな風に問題集読みながら歩いてると車にぶつかっちゃうよ。ご主人様、前方の標識にご注意ください。
落とし物ですか？探しますか？した問題点とは、わかった。教会喧嘩。ブブー。ピンポン。正解。じゃあ次ね。西暦1309年、ローマ教皇がフランス王の圧力により、教皇庁をフランス南部に置いた事件の名は。以上のデータは私の初期メモリの中に入っておりません。そこで昨日教科書すべてを読み返し新たに記憶しました。低レベルで悪かったわね。ゆずちゃん、よく見ると目が真っ赤っか。うさぎさんみたいだね。一夜漬けの効果はどう？いや、やめてよマユッチ。話しかけられるたびに頭から単語が一つずつ消えていくんだから。一日中テストなんて本当気がめいるよね。
めて人事を尽くしましょうね。何でしょうか。はい、わかりました。先生、終わりました。はい、先ほど先生のお言葉の中に気になるものがありまして、ありがとうと、それが感謝の気持ちを表すもので、返答を求めるような言葉でないのは分かっています。ですが言われた側、私はどういう反応をすれば良いのでしょうか。役に立つこと、感謝の気持ち、伝える、ありがとう、わかりました。どうも、お手数をおかけいたしました、ご主人様。ありがとうございました。
を加えると味が薄くなりますので、食材を追加することで調節されたので。でもご飯はたくさん作った方が美味しいって言うからいいでしょ。